今日はねめちゃめちゃ大寒波来てます。ちょっと琵琶湖の方に向かってます。久々の行き当たりばったり釣り旅をしようと、視聴者の皆さんと一緒にしようかなと。まあ問題はこの道路状況なんですよ。あの雪が積もったり路面が凍結したりとか、そういうのはやっぱり関西人なんで慣れてないんで、ちょっと危なそうやなってなったらもう無理せず引き返します。で、僕今まで琵琶湖3回チャレンジ、3回4回、釣果がブルーギル1匹とあのナマズ1匹なんですよ。ブラックバスに関しては3連敗4連敗中なんですよ。まあ、それのリベンジをしに行きたいと思って今向かってます。まあ、それで琵琶湖こうあって、南湖と北湖ってまあ北と南でざっくり分けられてるんですけども、僕は今まで3回4回行ってるのは全部南湖なんですよ。基本的にちょっと北の方までは行ってるけども、完全に北湖と呼ばれてその上ら辺って行ったことないんで、今日はこう下回りで、こう琵琶湖の下回りでできるだけ北を目指します。ただ先ほどもお伝えした通り、ちょっと寒波が来てるんで、まあ、雪が結構バーってこう吹雪いてきたりとか、路面状況とかそういうのを見て、釣りしてる間は別にいいんですよ、雪降ろうが何しようが。ただその立ち往生したりとか、車がやっぱ慣れてないんで、雪道の運転が立ち往生したりとか、まあ、チェーンは一応積んでるんですけども、まあ、言うて過信できないんで、路面状況を見て一応その辺りはちょっとでき、途中でちょっともうこっからもう南、あとは南に下るっていう風になったりするかもしれないで、一応泊まる準備はしてきてます。車中泊、もちろん車中泊なんですけども、ただちょっとまあそういうのも含めてあまりにも寒かったりとか、ちょっとこれ一夜過ごすと起きたら帰れないぞと、道路状況が悪くて、まあそういう可能性もあったりとかするかもしれないんで、まあただ寒波のピークが今日なんですよ。まあ今日しのげれば大丈夫だと思うんですけど、一応泊まる準備はしてきてます。最悪2泊までは辞さない覚悟で来てます。エブリーワゴン、あれ何だっけ、エブリーワゴン行き当たりばったり釣り車中泊旅 in 琵琶湖で、本日は皆さん一緒にちょっと旅してる気分で、僕のここ見てる皆さんが僕のバディの気持ちで僕行くんで、夢は5060ですよ。はい、頑張ってやりましょう。今回もね、コロナがやっぱりちょっとだいぶ流行ってるんで、まあできる限り食べたり飲食とかはお店じゃなしに自炊の道具持ってきてるんで、自炊してやっていきたいと思います。ちょっと気をつけてあまり目をかけないようにやっていきたいと思います。はい、お昼はパンで、はい、やってるんで、今食べながらもぐもぐしながら運転してるんで、またチリトマヌードルのお世話になります。はい、ということで、はい、よいしょ、あぶらぶらぶら、ここはどこやろうな、ちょっとあんま分かんないですけど、あの長明寺っていうのかな、長い命の寺、そこをちょっと行ったところです。ちょっとねここでやってみたいと思います。いやー、まあご覧の通りここも凍ってるんですよね。こういう風に凍ったりとかしてるんですけど、こうやって水は止まってるところの水はだいたい凍ってるんですけど、まあけど防寒はしっかりしてるんで、寒さは
全くないですね、今のところ。指先が出てるところが冷たいけど、それでちょっと心が、もちろんここ初めてなんでね、どういう感じになるかわかんないですけど、岩場なんでちょっと気ぃつけらなあかんな。長靴ですけど、よいしょ、あ、バックラした。なんか一投目いつも俺バックラするよな。バックラした、バックラした、やばいやばいやばい。ここどこやろな、もうどこかは分かんないですけど、またちょっとテロップで出しますけど、川の河口ですね。河口じゃねえな、河口か、一応この湖から川に流れてるわけやから、うん、どういうんやろ、一応河口なんかな。ちょっとね、ここでやってみたいと思いますと。よいしょ、危ない危ない、結構怖い。何側やろうな、何側かあんま分かんないですけど、ちょっとあんま広いっすね。風は結構左からこっちから吹いてるけど、そんな強ないですね、今。どうしようかな、移動したくなってきた。うわ、すげえこれ、ちょっと待って、これすごない、これ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 、すげえ、なんかかさぶたみたいになってる、かさぶたみたいになってるやん。てか、もうだいぶ言うこと聞けへん、今指が言うこと聞けへん、痛いのよこれ、リールがめちゃめちゃ。超冷てんすよ、よいしょ。はい、ということで、今さっきやってたんが愛知川か、はい、ここの川で今やってて、まあちょっと音沙汰がなかったんで、またちょっと北に向かってます、とりあえず。けどね、さっきほらあの辺りね、多分雪降ってるんですよ、雲の下すごい白いふわーってなってるんで、あまり北に行くとよろしくないんで、この辺りぐらいかな。ほら、多分あの辺り雪降ってるんですよね。はい、どこやろ、わからん。どっかの湖岸、どっかの湖岸、あそこの先からやろうかなと思って、ただそれだけです。うわ、これ降りれないとかないやろな、そこまで見て、そこまで見てなかったな。うわ、凍ってる、すげえよこれ、見てほら、めっちゃ凍ってるやん、めっちゃ凍ってるやん。こっちから行けんな、すごいね、カッチンコッチンか、これどこまで降りていいかが分からんけど、これいいよ、降りんとこ、危ない危ない、よいしょ、いた、なんかぶつけた、
落ちても死なんのがええな、これ。割れそうやけど。怖えな、結構怖っ。怖っ、怖っ、怖っ、怖っ。怖っ。あ、まあまあ怖い。まあまあ怖い、ここ。波かぶってんな、ちょっと。行きたいな。真ん中から行けるやん、これ。よいしょ。怖い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 。波こっち、こっち怖い、こっち怖い、こっち怖い。波。こっち怖いって、波。まあまあ波来るやん、こっち。向こうが行けんな。向こうが行けるな、これ。よいしょ。いて、終わってんねん、みんな、これ全部、ほら滑らんやろな。ここの真ん中でここでこうやってする。濡れる濡れる。長靴でよかった。びちゃびちゃだった、長靴。あー、危ねー。あんまり一箇所でね、長々やるより、ほんまに10分15分とか、ほんまに30分ぐらいでひょいひょい動いていこう。はい、ひょっとしたら今日の最後のポイントになるかもしれないです。曽根沼公園。ちょっと池みたいになってて、最後ここでやりたいと思います。の上の、なんでこれみんなこれ焚き火するん、これ。どこ枯れなしに。なんなん、弥生時代の祭り事でもやってるのか、ほんま。どこ枯れなしにほんまに焚き火するな。雨につながるような場所はあんまり正直なかったな。明日もここ来ようっていうような場所は正直あんまなかったっすね。
る、簡単には釣れるとは思ってなかったんで、まあこれぐらいはへこたれないですよ。行き当たりばったりではあるけど、できるだけ時間は無駄にせんようにしていきたいね。はい、ね、ちょっとプラン変更します。やっぱりね、ちょっと北の方に行くのはちょっとね、やめます。雪とかがね、降りそうな、まあ予報的にもね、まあちょっと、まあ、寒くなるのは寒くなるんで、休憩するんは、何個、うん、周辺で休憩します。それが確実、まあ、こっちはほぼ大丈夫なんで、時刻が今20時5分ですね。いやそこの道の駅がなくて、今、これですね、なんていうのね、芋子の里か、芋子の里。結局、まあ、琵琶湖はこう、琵琶湖を、大橋を渡って対岸の方にやってきましたね。よいしょ、やっと着いたわ。長かったな。1時間半、これ1時間半ぐらい左です走ったな、多分。8時半ですね、今。やっと、準備が、ご飯の準備ができました。疲れたな、今日はね、マジ疲れたね。ほとんど移動やったな。結局あれ、何時 ?5 時半ぐらいに終わって、みたいなのになって、そっから、ずっと移動？今8時半やから3時間ぐらいかかったな、ここまで来るのにね。まずね、おにぎりで、唐揚げで、あとこの子食べたかったんでね、サラダで、温かいスープはこれ、卵スープ、これをねやっていきたいと思います。これね、車の中でどうしても使うんであれば換気は必ずしてくださいね。ちょっと開けて、ほんま腹減った。めちゃめちゃ腹減りました。熱い、川来たからには夏のリベンジをしようかな。夏に琵琶湖で動画にはしてあるんですけど、バスをバラしてるんですよね。あー枯れた。とか一匹釣りたいな。大阪旅は番外編として、和歌山旅の2泊3日。和歌山旅の1日目は釣りしてないんで、移動だけやったんで、2日目の2、3と、で今日、まあ3日坊主やからね。
明日釣れんかと4日坊主やな。やばいな。はい、ごちそうさまでした。はあ、美味しかった。ああ、お腹いっぱいになったわ。寝る準備入るから、明日はだからここが芋子の里でしょ。こっからずっと北っていうか東か、東って言ったか分かりやすいか、東の方に行って高島、前夏来た時は高島からスタートして、そっから西に戻ってきながら釣りしたんですよ。明日は逆に北に行こうかな。こっから北に向かっていきましょうか。北っていうか北東に向かっていきましょうか。こっからやったらどれぐらいの2、30分ぐらいで高島市には行くと思うんで、ちょっと早めに起きて明日はちょっとがっつりちゃんとやらんとダメなんで、6時ぐらいには起きようか。うん、もう明日勝負ですよ。もう明日帰るっていう感じで、ちょっとガチで行きますわ、本気で。まあじゃあちょっと寝る準備しましょうか。これマットのままなんでね。はい、こんばんは。まあ時刻が、あ、外系、ご飯の中や。21時52分です。10時前ですね。いい時間になったね。もう寝床は、バッチシ寝床の準備はできてますと。歯も磨いて、パジャマもちょっとボロボロすぎるね、これ。パジャマにも着替えて。6時に起きて、うん、移動して釣りして、みっちり、夕方まで、また5時ぐらいまで。頑張れます。またこのままじゃね、またクソ動画になっちゃうんで、やばいっすよ。和歌山旅に引き続き。これはちょっと、やらんと。本当にけど、まあ、昼間多分これ、編集で使ってるかどうかわかんないですけど、ほんまにね、全く手応えないんですよ。そもそも琵琶湖の釣りがすげえ苦手意識あるんで、広い中で、だだっ広いところでなんかやってると、ほんまに温度から魚ってすぐなってしまうんですよ、気持ちが。で、もうなんかもう釣れないんやろうなっていう風になってしまうんで、なんとか釣りたいね。まあ明日ほんま、明日は多分死闘になると思います。はい。まあこれで50アップ、60アップ、ボーンと上げて、登録者1000人一気にもうほんまに、ちょっと景気づけに行きましょう。本当に。ほんまに、ここで釣らんとほんまに、奇跡を起こさんと、ミラクル起こさんと、はい。もう神頼みです。じゃあちょっとしっかり寝て、明日準備万端でやりますんで、はい。お疲れ様です。